こんにちは、粟田洋介です。今日はジェルメディウムを使って絵を描いていこうと思います。ジェルメディウムっていうのはちょっと盛り上げたり、あとはアクリル絵の具と混ぜたりして透明感を出したりとかですね、ツヤを出したりとか、そういう理由で使うそうです。あとはコラージュでいろいろなんか物を貼ったりしていくときに接着剤の役割もするそうです。でこれでヘビー、レギュラーとかライトってなったかな、いろいろあったんですけど、レギュラーっていうのはアクリル絵の具と同じ硬さだということで、どうせならこのヘビーっていうのを使ってみたかったので、このヘビーにしました。このジェルメディウムはそのまま使ってもいいし、絵の具と混ぜて使ってもいいそうです。このジェルメディウムっていうのはアクリル樹脂で、アクリル絵の具に入ってるアクリルと同じようなものだと思うんですね。でちょっと画材屋さんに行ったらいろいろな画材があって、この辺は立体感、質感、透明感を出すメディウムです。でこの辺は乾燥を遅らせグラデーションをつけたり、ツヤ出し、ツヤ消しのメディウムです。それからこれは布に絵を描くメディウムですね。粒状化、フレーク、ゴールドメディウム、なんか面白そうなメディウムですね。いろいろなメディウムが売っていて、でちょっと3つぐらい買ってみましたが、これがコースパミスジェルというものなんですけど、この中に軽石の粉が入って、それでこれをくっつけてなんかザラザラな質感にするという面白いメディウムです。これ使ってみて思ったんですけど、これもこのジェルメディウムに軽石を混ぜたものみたいですね、どうも。でこれはガラスビーズメディウムって、ガラスビーズがジェルメディウムに混ぜ込んであって、これもね貼ってガラスのビーズのデコボコ、あとうまくやれば透明のガラスの粒々がうまく利用できるんじゃないかなと思っています。でこの2つはそのうちまた別の動画で使ってみようと思うんですが、今日はこのジェルメディウムというものを使ってみます。メディウムで盛り上げて形をつけたりすると平らな状態ではなくなるので、絵とかちょっと描きづらくなります。なので平らな部分と盛り上げた部分を両方作っていって、平らな部分に絵を描いて、でバックグラウンドとかって感じで盛り上げた部分を所々作るような感じで今日は描いていこうと思います。ではアクリル絵の具で描いた部分が乾いているので、今日はこのヘビージェルメディウムでちょっと盛り上げたりなんかやっていこうと思います。でこのメディウムはアクリル絵の具を混ぜてもいいし混ぜなくてもいいので、そうですね、一部はアクリル絵の具を混ぜて、一部はアクリル絵の具を混ぜないで、ちょっととりあえず盛り上げを作っていこうと思います。ではパレットナイフを使っていくんですが、パレットナイフこういうタイプとあるんですけど、こうやってどっちでもいいです。私はこういう風になっている方がやりやすそうなのでこっちを使います。さあ白いんですけど乾くと透明になります。白だから紛らわしいな。こういう感じで、どういう感じでもいいんですけど、今度は色を混ぜたやつを上から重ねていきたいと思います。どうなるかはもうちょっと分かりません。
こんな感じになりましたが、ここの部分乾くと透明になるんですが、ここも白い部分が透明になるんで、乾いた感じどんななるかちょっとわからないんですが、まあ乾いてからのお楽しみで、そこからまた手を加えていくので、ちょっとこれ結構ね乾くの時間がかかりますんで、今日湿気がすごく多いんで結構乾くの時間かかるんじゃないかなと思います。1日置いてやっと乾きました。昨日今日雨が降ってて、本当乾きづらくてドライヤーかけても乾かなくて、で今もう乾いてます。ここの乾いた部分にまた違う色をこのジェルメディウムに混ぜて、ここに重ねていったりとか、まあいろいろできると思うんですけど、今日はちょっと天気が悪くてめちゃめちゃ乾くの遅いので、アクリル絵の具だけでちょっと足していこうと思います。蛍光のブルーを使っていきます。これを乾かしてもう少し手を加えていきます。乾燥してこんな感じになっています。ちょっと細かい部分を描き足していきます。これでほぼ完成なんですが、ここ光った部分、ツヤがある部分が見えると思うんですが、このツヤはこのジェルメディウムのツヤなんですね。これがそれで絵の具で塗った部分とかがツヤがないので、全体的にこのツヤを入れていきたいので、このジェルメディウムを全体に塗っていきます。結構薄く塗ったので早く乾くと思うんですけど、このデコボコな部分に白くなってるとこちょっと詰まったりして、この辺が乾くの時間かかるんじゃないかなと思いますが、乾いたら完成です。
昨日塗ったジェルメディウムが乾いてこんな感じで全体的に光沢が出ています。表面的には乾いたんですけど、なんか触ると柔らかい部分がちょっといくつかあって、なのでしっかり乾くには何日かかかるんじゃないかと思います。でこの表面、このヘビージェルメディウムだと結構硬くて塗りづらかったんですけど、一回塗った後にこれにほんのちょっと水を足して軽くもう一回塗ったんですけど、すごい塗りやすくて、このヘビージェルメディウムいろんな用途で使えて、なんか工夫次第で本当いろんな風に使えると思うんで、すごい楽しいメディウムだと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。